はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、またちょっとこのボロボロの空間でちょっと申し訳ないんですが、昨日かな、おそらくだと思うんですけど、ワンパンマンの、まあ、ワンパンチモッドというものを紹介したと思うんですよ。こちらワンパンマンということで、はい、こちらね、まあ、火力が、まあ、なんだっけ、10億だっけ、それぐらいあって、さらに右クリックを押すことによってさらに攻撃力が飛躍的に上がったり、もう全ての能力がもうマックスですね。ダメージ受けません。はい、敵からダメージも受けないし、五条先生からもダメージ受けないです。まあそれぐらいとんでもない強い、モッドなんですけど、今回このワンパンマンのモッド VS、 はい、こちら岩盤ゴーレムだとどうなるのか、ちょっとやってみたいと思います。なんかさ、これシフト押してって書いてない？なんかこれちょっとシフト押して、シフト押しな、関係ない、関係ない、ああ、シュート押すと消えるんだ。あ、これありがたいかもしれない。あ、シュート押したら消えるんね。ああ、これは知らなかった。なので今回この、無敵の岩盤ゴーレムですね。本当にもう全然勝てるっていうか、もう勝てる理由がなくて、もう勝てる理由ないって言ったらあれなんですけども、どんだけ頑張っても、はい、このようにダメージが当たりません。このように呼吸やってもダメージ当たらない。で、五条先生でも、この岩盤ゴーレムには勝つことができなかったと。なら、この、ワンパンチで、このゴーレムを倒せないかなということでいきます。あ、ちょっと待って、緊張する、緊張する。いくぞ、せーの、ワンパン、あったり。ダメだーダメか、このワンパンマンのワンパンチでもダメ。もう本当にあれか、まな板のさ、その、もう弓矢なんだっけ、剣でもダメなんだよね、その、この岩盤ゴーレムに関しては剣でもダメなんだけど、無敵のあの弓矢、それだ、それ以外はダメージ与えることができない、できないっすね、これ。はい、まあ無事、燃えるんだ、あ、肉になる。ですね、あの後、まあゴーレムに敗北というか形で、ちょっと今これワンパンマンモッドでサバイバルやってみようかなと思って、今やったんですけど、これすごくない？パンチしたら多分火炎っていうか、なんか燃えるのついてんのかな。いきなりもうお肉に困らない、足か村がある足はね、なんかね、若干そのなんか鬼滅の刃モッドに慣れてるせいかさ、ちょっと遅いまでいかないけど、まあなんか鬼滅の刃モッドの方が早かったんで、なんかそんなにあまり感じないんですけど、これ叩いた瞬間全てがお肉になるのがすごすぎる。な、しっかりこのサバイバルやってなかったので、このワンパンマンモッドでどれぐらい、まあサバイバルが楽になるのかなということで、ちょっとやっていきましょうか、このワンパンマンの状態で。はい、でこれ、この装備持ってれば、これね、木の斧ぐらいかな、ダイヤまでいかないとは思うんですけど、結構早く掘れます。で、はいはい、ちなみに呪術廻戦モッドと鬼滅の刃モッド入っております。はい、で、これ、多分これ、鉄っぽいよね。ダイヤまではいかないけど、多分鉄のなんか喋るぐらい？採掘速度が、あーでも木でもこれ、木でも速い。これ木で多分ダイヤモンドレベルじゃないか、これ。いいね、このモッド。このモッドがあれば。だ、これ、例えば鉄とかだったらもっと速そうだけど。これで石のちょっとピッケルでやってみるか。石のピッケルで掘りますと、はいえー効率強化どんだけつい、多分効率強化のダイヤモンドぐらいあるんじゃない、これ。いや、これちょっとダイヤモンド掘りたいぞ。え、待って、スイちゃん、やば、これイルカ、イルカのマーク、これイルカの行為と、あと多分水中移動だっけ、水中呼吸と水中移動も多分ついてるんで、これ見て、イルカさんになってる私、やば、泳いでないよこれ。走って多分、イルカが常になんか、なんだろう、なんかついてるみたいな感じになってんのか。はぁ、これ多分 1.16.5 っていうか、多分イルカさんが追加されてからの機能なのかな。やば！水中もなんか泳ぐというより、なんか駆け抜けるみたいな。重い！重いです！重いです！大丈夫ですか？多分これ、鬼滅の刃モッドと呪術廻戦モッド2つのついてるからだな。まあ、とりあえずちょっと、あら、ゴーレムさん大丈夫ですか？助けに来ましたよ。どうした？なんだい？何？なんなのよ！よし。いた！
どうしたどうした、助けてあげよう、ゴーレムくん。大丈夫か、いた痛いね、君。何をするというのかね、どうしたというのかね、どこ行こうというのかね。うん、よし、助けに来たぞ、これ。ワンパンチ。どうもー、二段飛ばしです。あれ、ん、ああ、ここか、この階段か。何かいいの入ってるかね。うん、あ、襲撃イベントやりたくない、そういえば。あ、鉄あるじゃん、よし、鉄で、これで、オッケーオッケーオッケー、鉄をいただきましょう。これで鉄ピッケルでどんなもんなのかちょっと見てみたいわ。待って、旗持ち倒して村行こう。村行って襲撃イベントで、このワンパンマンのこのモッドで襲撃イベントを行うと。あー、残念ながら旗持ちいないね。あ、いたいたいた、君、そう、君だよ。オッケー、よし、これでなんかさっき村向こうにあったので、この村に行って襲撃イベント、このワンパンマンのモッドでやってみましょう。ついでに夜にもなるかな、どうなんだろう。襲撃終わった後らへんにちょっと夜になったらさ、そのまま行きます。多分ほとんどワンパンチで倒せると思うんだよね、襲撃イベントだろうがなんだろうが関係ないと思うんです。初めての襲撃イベントが私はワンパンマンモッドなんですか、これ大丈夫かな。これさ、ワンパンマンのモッドになりすぎちゃって、襲撃イベント次なんか普通にサバイバルやった時来た時もう対処しようないよ。なんかし来たー、さあ来いよ、どこでもいいぞ。確かなんか7フェーズかなんかそんぐらいあるんだよね。来た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 、ほら、これよりさ、なんかちょっと次のフェーズっていうか来てほしいな、一番強いやつ。残り一人が見つかりませんもういいや、もうなんか見つかんないから、まああのちょっと呪術廻戦のキャラクターとかとちょっと戦いに行こうかな。今雷がゴロゴロ鳴ってたから、ここら辺に菅原の道真だったっけ、ちょっとがいると思うんだけど、近くに。お、いるいるいる、誰だ誰だ、これは誰だ、エソーじゃない、エソー、エソーくん、いやーどうもこんにちは、ワンパンマンでーす。いや、強すぎる。え、そう思いつ、花見だー、花見くん、どうもー、ワンパンマンでーす、こんにちは、ブンブンハロー YouTube、 痛い。おー、一撃じゃない、やるではないか、一撃。痛い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 、君は、君何何何、いいいい、そういうの、そういうのいらない。次は次はん、どこだ、うわっ、ゾウハクテン、ゾウハクテンと煉獄さんと喧嘩やめて、みんなやめて、私のために喧嘩やめて、やめて、みんな喧嘩やめて、喧嘩やめて、あっ、ちょっと待って待って、あああああ、助けて、みんな私のために喧嘩やめて、お願い、やめて、私のために、みんな痛い、私のために喧嘩やめて、やめるの、やめて、ひどい、あ、なになんかずっと君ついてくる、気持ち悪い。マヒトくん、マヒト何発だろう、ほら、あーもうほぼワンパンだ。あーすごいわ、やっぱこのなんかちょっと待って、めっちゃいるんだけど、なんかさ、だまだゲトウもいる、ほら行くよ、ダコン、はいどうもダコンさん、こんにちは、そして最後にゲトウさん、さようなら、はいバイバイいやこれはワンパンチモッドはなんだろう、本当にまあ、第2のまな板モッドまではいかないけど、なんかそれに匹敵するぐらいの、まあ本当にモッド、ごめんね、ごめんごめんごめん、今あの本当にちょっとごめんなさい、手が勝手に指が、あの僕のあの右手の人差し指をちょっと恨んでください。あの本当に今後のまな板モッドというかね、あのあら変態さんになりえそうななんかモッドな気がしますね。はい、ということで、とりあえず今回はまあ岩盤ゴーレムと、ワンパンマンの、モッドというかね、戦わせてみましたが、ちょっとね今度やりたいことがありまして、このワンパンマンモッドでワンパンマンモッドと攻撃受けたらどうなるのかなっていうのをちょっとねやりたいんですけど、ちょっとあのなんだろう、そのゾンビにアイテム持たせてやろうかなと思ったんですけど、なぜかできないので、ちょっとマルチで誰かにちょっと協力してもらって、ちょっとワンパンマンモッドで、叩いてもらおうかなと思いますので、また、近々、そちらの動画を上げたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、長宗くんこんにちは、バイバイ、さよなら。はい、じゃあ今回、この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価していただけると非常にありがたいです。じゃあお疲れ様でした、バイバイ。